い、どうも皆さん、バシャーということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さん、よろしくお願いいたします。はい、本日の動画なんですけども、まあ、来季に向けてのね、まあ、選手の予想であったり、まあ、フォーメーションであったりね、そういったところについてお話をさせていただこうかなと思います。で、まずはじめにですね、こちらわかりやすいように、ちょっと色をつけさせていただきました。赤色がゴールキーパー、青色がディフェンダー、緑色が、ミッドフィルダーと。で、黄色がフォワードですね。で、右側にアウトと書かれているところですね。こちら、まあ、三沢選手、伊藤選手などね、こちらアウトって書かれてるんですけど、こちらはですね、まあ、来季、トリニータにいないかもしれないなっていうね、まあ、引き抜きであったり、契約満了であったりとね、まあ、来季もしかしたらいないかなという予想で、ちょっと右側の方に外させていただいております。で、左側はですね、こちら5名の選手、まあ、来季、大分トリニータでね、一緒にプレーする選手たちでございます。では、まずですね、予想する前に一つ言っておきたいんですけど、これはあくまで僕の個人的な予想となっておりますので、まあいろいろ思うことあるかもしれませんけども、まあそんなに深く考えずに聞いていただけたらなと思います。まあそうですね、まあまずちょっとアウトについてのね、その選手のことについてお話ししてもいいですか。まあまずですね、僕、まあ三沢選手、伊藤選手、坂選手など、まあこちら相手いないんじゃないのかなという予想を立てておりますけども、これは別に僕が嫌いだからとかそういうのじゃなくって、まあ大分トリニータお金があるチームとかでもないので、まあ、J1 からのオファーであったり、まあ、他のチームのオファーであったりと、まあ、引き止めることが少し難しくはなってくるんじゃないのかなと思うんですよ、来年。まあ、僕の勝手な予想ですけど、まあ、来年大分トリニータ結構若手主体でチームを作っていくんじゃないのかなと思うんですよ。というか若手中心で多分僕はチーム作った方がいいなと思いまして、まあ、ほとんどベテラン組アウトの方にさせていただいておりますけど、まあ、あとはその年俸が高い選手ですよね。で、年俸高い選手も、一旦アウトにさせていただいております。で、今こちら真ん中中央ですね、まあ、今季一番多く使っていたフォーメーション3421、まあ、こちらの形でねちょっと分かりやすく、浮かしていただいてるんですけども、まあ、きっと残るであろう選手が、まあ、ゴールキーパーは多分全員残るかなと予想してます。まあ、吉田選手、高木選手がね、まあ、今スタメン争いと、結構加熱しておりますので、まあ、そこで吉田選手が抜けるっていうのは まず考えにくいっていうのと、まあ、高木選手はまず抜けないだろうなと思っております。で、まあ、西川選手、浜田選手はまあこれからかなという感じですよね。で、ディフェンダー、まあ、まず左からいきましょうか、ね、まあ、香川選手、野崎選手、ね、まあ、こちらの選手もまあ来年いるかなという、まあ、野崎選手はね今年1試合出たんですかね、はい、数試合しか出てないんで、まあ、切るっていうことはまずないかなという。で、まあ、センターバック、ペレイラ選手、トネ選手、羽田選手ですけども、まあ、こちらの選手は、まあ、羽田選手はね、まあ、まだまだ大分で頑張ってくれるだろうなという。で、ペレイラ選手も、まあ、なんだかんだ言って残ってくれるんじゃないのかなと思ってます。まあ、トネ選手はね、まあ、今季怪我でね、まあ、出れなかった分、まあ、来季、まあ、さすがに切ることはないと思います。で、まあ、右サイドバックのウェイビス選手ですよね。まあ、ウェイビス選手も、まあ、来季1年間は頑張るんじゃないのかなと思いますね。そして、ミッドフィルダー、まあ、左から行きましょうか。まあ、高畑選手、藤本選手あたりはね、本当に若手でもありますし、まあ、今季、まあ、大分で若手ながらベテランとのね、コンビネーションをね、見せて成長した。なんだかんだ言って、こう、充実した1年になったと思いますので、まあ、大分でやるかなと思ってます。まあ、あと、ダブルボランチですよね。安田選手と弓場選手。まあ、この2人はね、まあ、大分を支えてくれる2人となっておりますので、まあ、簡単には手放さないかなと。で、井上選手、右の井上選手ですね。まあ、こちらは多分 J1 からのチームのオファーはあると思うんですよ。あると思うんですけど、まあでももうちょっと様子見るんじゃないのかなと思うんですね、井上選手自身が。そしてシャドウですね、梅崎選手、屋敷選手、野村選手と右のシャドウ、中川選手、宇都本選手、町田選手、まあベテランの梅崎選手、野村選手、中川選手、町田選手、まあ多少なりとも年俸が下がっても、まあ、大分に残ってくれるんじゃないのかなと思うんですよね。まあもちろん J1 からのオファーはあると思うんですけども、やっぱり下平監督のサッカーをする上で、まあ、この4人が結構キーマンかなと思うんですよね。必要不可欠な、選手じゃないのかなと思ってます。で、屋敷選手、宇都本選手はね、まあ、まだまだ若いですから、まあ来年再来年もやってくれると思ってます。まあ、あとワントップですね。はい。あ、ここ新田選手いますけど、新田選手シャドウの方ですね。まあ、新田選手は、まあ、結構僕出るかなという予想はしてるんですけども、
ども、まあ、下平監督が目指すサッカーにおいてはやっぱ新田選手のその存在というのはすごく大きいんですよね。だから伊佐選手、新田選手、もう本当前からプレスをかけてくれる2人、まあ、この2人をね手放すってことはないんじゃないのかなと思うんですよね。そしてあとはサムエル選手ね、サムエル選手は完全移籍での獲得をしておりますので、まあ、他のチーム J1 からのオファーがあればまだ分かんないですけど、あっては欲しくはないですけどね、あっては欲しくないけど、まあでも残るんじゃないのかなと思いますね。まあ、やっぱアウトの選手にね結構年俸の高い選手もいましたから、まあ、大分のお金の面だけを見ると全員を残すっていうのはちょっと厳しくはなってくるのかなという予想をしております。はい、これがですね僕が、来季残ってくれるだろう選手を、ちょっと予想しました。まあ多分皆さん思うことあると思いますけど、あの大方僕の予想はこんな感じです。じゃあですね、じゃあ来季そのどういうフォーメーションになるのか、このまま 3-4-2-1 3バックでいくのか4バックでいくのかっていうとこなんですけど、まあ、今年1年間ね、まあ、下平監督が、最初にやってたフォーメーションですよね、 4-1-2-3 4バックでやってたんですけど、まあ、なかなかそこが噛み合わず、結局今まで大分がやってきた3バックの形にして安定したんですよ。で今年1年ねそのまあ、後半戦ですよね、リーグ後半戦からこの 3-4-2-1 という形が、本当にもうフィットしてきて、で前からプレスをかけて、まあ、ボールを奪ったりで守備の時にはね、まあ、ボランチの2名の選手がね、まあ、ディフェンスラインの方に行って5バックを作って、まあ、ブロックを敷いてね、しっかりと守備をしてたので、まあ、来季3バックで行けばまあ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 やりやすさはあると思うんですけど、ただここからは個人的な話で僕は4バックで行ってほしいなと思うんですよ。っていうのもやっぱり下平監督って考え方がすごい攻撃的なサッカーをしているので、まあぜひねその4バックにしてもらって若手中心でやって、それでねやっとその下平監督のサッカー目指すサッカーをねちょっと作ってほしいなということで、ちょっとこちらご覧ください。はい、こんな感じですね、4-1-2-3 の形でね、ちょっとフォーメーションを組ませていただきました。まあ、僕個人的にはですね、まあ、この4バックでやってほしいなっていうのもありまして、サイドの井上選手藤本選手をこう生かしたサイド攻撃とかも見せてもらいたいですし、まあ、今季結構課題だった守備の部分ですよね。下平監督はね結構、まあ、前線からプレスをかけてプレッシャーをかけて、まあ、ボールをこう狩りに行くっていうのをよくやるんですけども、まあ、その中で走れる選手がですねやっぱ残っていますから、梅崎選手、中川選手、石田選手、町田選手なんかがね、まあ、あとはユミバ選手とか新田選手とかいますからね、まあ、そこでねもう前から奪いって攻撃的な守備をして、でまあそれをショートカウンターにつなげていく、まあ、そういったね攻撃的なサッカーを見せてもらいたいんですよね来年は。まあ、今こんな感じでね 4-1-2-3 で組ませていただいておりますけども、まあ、まだねその各選手のポジションっていうのはね、まあ、まだ分かりませんよ。試合に出てない選手とか見てもね、まあ、どこに配置するかっていうのはね僕にはまだちょっと分かっていないので、まあ一応なんとなくで、ね、今組ませていただいてるんですけど、まあ、来年に向けて、まあ、まず補強していきたい部分はですね、まあ、左のセンターバックの位置ですかね。やっぱりね左利きでセンターバックっていう選手をね下平監督はまあ、ずっと、欲しがってたので、まあ、それでねなかなか4バックを組みにくいような状況もありましたので、まず補強していただきたい部分はそこですよね。下平監督のやるサッカーにおいて、やっぱりこう左利きでセンターバックでっていう選手を欲しがると思うんですよ。まあ、大分はね基本的にキーパーからボールをねビルドアップをつなげていくじゃないですか、ビルドアップをしていくんですけど、まあ、その時にやっぱりここにね右利きの選手よりも左利きの選手がいた方が、もうサイドとかに流しやすいらしくて、その流れをねその作るためにもその左利きの選手が欲しいということは言ってたんですよ。なので結構ここら辺ね4バックにするんであれば、まあ、必要な選手を入れなければならないのかなとは思います。まあ、三沢選手とかのねその、まあ、今年スタメンだった選手たちの穴をね、まあ、埋めるか強くするか、まあ、その2択やと思うんですよ。若手がね来年また育てば、またユビバ選手であったり安田選手のような、屋敷選手とかもいますからね、まあ、そういった選手がねどんどんこう若手が成長して若手中心で組めるようになれば、まあ、それは大分トリニータというそのチームとしてどんどん強くなっていくと思いますので、まあ、また来年も引き続きそのベテランですよね、梅崎選手、野村選手、中川選手、町田選手なんかがねしっかりとこうチームをサポート、まあ、新人たちをこう、サポートしつつ、それに応える形で、まあ、若手たちも刺激になって一緒に成長してもらえたらなと思うんですよね。まあ、わかんないですよ、どういうフォーメーションかわかんないですけど、まあ、僕的には 4-1-2-3 これをねやってほしいなと思いました。なのでね、まあ、来年はこうなるんじゃないのかなという予想をね
勝手に今回はさせていただきました。まあ皆さんね、ちょっと船長全然違うよっていうことをね、多分きっとあると思いますけど、まあこうやってね、いろいろ予想していくっていうのもすごく面白いなと思いましたし、やっぱこの選手がいなくなった時に、いやーなかなか厳しいなっていうこともね、また新たにどんどんこう気づいていけるので、まあ皆さんもね、ぜひ、それぞれの予想してみてはいかがでしょうか。まあそういったね、予想合戦っていうのもね、まあぜひね、僕のこの動画のコメントの方に、お願いいたします。皆さんでね、予想しまくって、俺当たったよ、俺外しちゃうっていうね、そういうのもねすごく楽しいと思いますので、皆さんもどんどんやっていきましょう。ということでね、まあこれが僕の予想でございました。今回はねここまでにしようと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。またね。